皆さんは、変わった張り紙を見かけたことがあるだろうか。今回は、とある張り紙をめぐった論争をいくつかお送りする。まずは、注文の仕方によって、値段が変わる居酒屋の張り紙についてのスレからご紹介しよう。おい、生ビール。1000円です。すいません、生一つください。380円。お客様は神様ではありません。居酒屋張り紙が話題に。頼み方が多い、生ビールなら1000円。居酒屋の壁に貼られた張り紙がツイッターで、素晴らしいと注目を集めています。張り紙は東京、神田の大衆和牛酒場、コンロ屋というお店に貼られていたもの。おい、生ビールの他にも、生一つ持ってきてなら500円、すいません、生一つくださいなら380円と、頼み方に応じて変わるビールの値段が書かれています。その下にはさらにお客様は神様ではありません。また、当店のスタッフはお客様の奴隷ではありませんとも書かれています。ツイッターユーザーの銀霊さんが、これ好き、と投稿すると、最高の店主。店員を大事にしてる。行ってみたい。と大きな反響が寄せられ、飲食関係者からは、うちでもやりたい。このお店の気持ちがわかる。という声が上がりました。一部には、こういう店には行きたくない。といった否定的な意見や、こういった張り紙をしなければならない現状を嘆く人も見られました。この張り紙について、コンロ屋を運営する頼富商会に聞いてみました。コンロ屋は現在4店舗あり、張り紙は飯田橋店、両国店、神田店の3店舗に貼られています。代々木店で貼るかは検討中とのことでした。発案したのは副社長の釜地翔一郎さん。以前にネットで話題になった注文マナーによって値段が変わるフランスのカフェを、冗談を交えてオマージュしたものと語ってくれました。張り紙を見たお客さんの反応について聞いてみると、面白いね、とコメントしたり、写真を撮ったりする人が見られ、今のところ明らかに気分を害した、クレームが入ったなどの報告はないそうです。また実際に生ビールで1000円を請求することはあったのかも聞きました。夢を壊すようで恐縮ですが、請求した実績はありませんし、スタッフにも請求するような教育は行っておりません。と、釜地さん。実際に生ビールと言われたところで、特に生ビールの価格、質は何も変わりません。当社スタッフがいつもよりほんの少しだけ嫌な思いをするだけです。あくまでも当社のコンセプトの一つである。売れることより、面白いことを表現したジョークツールの一つです。今回話題となっております張り紙などを。面白いねと言ってくれるような方を、当社は大切にしていきたいと考えております。張り紙はジョークでしたが、やはり生ビールよりも、生一つくださいで、お客さんも店員さんもお互いに気分よく過ごせると良いですね。話題の張り紙。生ビールと言われてムカッときてるようじゃ商売向いてないな。そこは間髪入れず生ビール一丁。あり、だろが。ここなんだよね。ムカッときてもありがとうございますが言えないと厳しいね、接客。それ今までの居酒屋と何も変わらんやん。変わったことしてるから話題になったんだろ。まあクレームつけたり店員に威張り散らすのが楽しみになってて、一緒に来てる同類の友達と何今の店員とかぐちぐち言うのが目的なので、意見広告なんかではっと気づいてやめるような人間はいない。こういうとこ書くとこが飲食のキモいところ。底辺感が出てる。お客様は神様ではありません。また当店のスタッフはお客様の奴隷ではありませんとも書かれています。全くその通り。客と店員は対等だ。ジョークツールとごまかしているが、実質要望だろう。注文は丁寧に頼むのは当然だ。それは自分の品性の問題でもある。しかし、ジョークと言いつつ、本音で要望を告げる。良い客を相手にするプロ意識も疑う。こんな気概のない店、いかんわ。プロ意識で笑った。しかしこれは客に対して頭が高いと上から言ってるも同然なんだが。人としては対等なんだから上から来られたら、もう少し下げてと思うのは当然だろ。これで解散。席譲られて、お礼も言わない老害と同じ匂いがする。譲られるのが当然じゃないぞと。横柄な客なんだからその通りだろ。大衆居酒屋がしていい態度ではないんだよ。高級料亭とかと勘違いしてねえか。客だろ、過剰なサービスは金で買えよ。これから生ビールで注文するから差額をあの感じのいい店員にチップとして渡してあげてくれ。どこのいい話だよ。店員への話しかけ方で値段が変わるという張り紙は、やはり多くのスレ民の興味を引いたようだ。しかし、わざと高額になるように注文してチップにするとは、斬新なアイディアだ。遊び心があって素晴らしい。生ビール頼んでみた動画が流行るなこれ。一緒に居酒屋行った人が横柄だと、同席してるだけで気が休まらないしいいと思う。これね、そんな人と一緒に飲むのってほんと嫌だよな。飯がまずくなる。でもここまで客をのんびりさせたら飲食店の勝ちだよ。
家にいる感じで、おいビールと頼んでくれたら、はいよー、と店員も答えられるし、また来店してくれそう。タブレット式でいいじゃん。と思うだろ。ノーノ。タジジババヤ元からないアホに使える代物じゃないんだよあれは。クソ忙しい時に、やり方わからんからって口頭でチンタラ注文されたらマジで発狂しそうになるぞ。で、持ってったら数間違えたこれいらんとか。タブレットは便利な反面、使い方を間違えていても注文できてしまうのが難点なようだ。説明が多すぎて冷める。赤字の注意書きとか不必要だね。コンセプトは面白いのに、味付けを間違えてる感じ。それね。注文の仕方で値段を変えますよ。例としてこうです。ってとこでやめとけば、え？どうなるの？っていう疑問形で終わってただけなのに、その後の余計な説明で、一般人を極端に不愉快にさせちゃってますよね。さらには、掲示板に来てまで言い訳してる気がするし。ドキュンな見た目だな。態度悪い客はどっちかっていうと団塊世代のジジイだよ。わかる。若い人はマナーいいよね。すみません、はスタッフ呼ぶものだから、別にいらねえと思うんだが。お客様は神様と言った人は、無礼な客はつまみ出したらしいぞ。その神様が嫌がってるんだからつまみ出すのは当たり前だよな。お客様は神様というフレーズは、戦後の歌謡界を代表する歌手の南春夫が、神前で祈る時のように清らかな気持ちで、ステージに臨んでいる、と語ったことが由来になっている。しかし残念ながら、本来とは違った意味合いで広まっているようだ。本当にビッグな人間は傲慢な態度を取らず、謙虚な人が多い。例えば松下幸之助はこのように言っている。人間というのはやはり謙虚ということが大事ですな。松下幸之助とは、言わずと知れたパナソニックホールディングスの創始者だ。日本が誇る経営の神様であっても謙虚さを忘れないとは。相手が絶対に逆らってこないシチュエーションだと小物ほど横柄になるよね。店員が横柄な態度取る場合客はどういう対応すればいい？人気店に多いよね。それでも客来るから。長い目で見ると潰れていくね。ほぼ。近所にラーメン屋でそういうとこあったけど潰れちゃったよ。美味しかったんだろうけど結局お客が求めてるのは居心地のいい店なのかも。名言。酒が人をあかんようにするのではなく、その人がもともとあかん人だということを酒が暴く。好き。気持ちはわかるけど、こんなドキュン返し不愉快なだけだよ。もう少し気の利いた返しはないのか。そっとお品書きに追い生ビール1000円を加えておくとか。丁寧語縛りの居酒屋いらんわ。縛られなくても普通に使えよ、こんな言葉。タクシー業界が未だにお客様は神様でやってる。運転手の言い分はほぼ聞かないで処分する。お客様は神様と考えるべきか？普通の態度で接客してくれるなら。飲食店ならそこそこの値段で味が美味しいとこ、店構えとか雰囲気のいいところへ客は行くから神様とまで思ってくれなくていい。逆に店員なんて入れ替わるもんなんだから。そこまで根に持ったり目くじら立ててもしょうがないって思う。客側がお客様は神様って考えちゃダメだが、店側はお客様は神様って考えなきゃダメだろ。思ってもいいような客がいないんだろ。すいませんまでへりくだらせるの？逆に店員は偉い人なのかな？生一つくださいが定価でいいんでない？でも本当に横柄なやつもいるからね。カウンター席なんかで隣り合ったら目も当てられないよ。こっちまで気分が悪くなる。おい？とかタメ口とか絶対やらないけど、この手の店はめんどくさいから避けるな。どんな業種でも俺は客だ。が多すぎる。まったくこのスレ見ててもいかに客商売が、常に働き手が来ずに仕事内容もブラックしかないのかがよくわかるわ。汚い言葉の上限が1000円ならそれより上でも1000円上限ということで OK？ オラー、生ビール、クオラー、生ビール持って今回、生一つよこせやボケー、しばくぞ、生ビール、うわー、くじこ生ビール、これらの暴言でも1000円こっきりか。100万円、わら、ぜひやってみて。ここで、価格表示の仕方に法的な問題があると指摘するスレミンが登場する。話題の張り紙、これ二重価格表示の不当表示で景品表示法違反では ?1000 円の方に定価と書いてあればその可能性もなくはないが、380円が定価って書いてあるんだから問題ないだろ ?1000 円が定価で、態度が割引対象ならぼったくりにならないが、380円が定価、態度で料金が変わるならぼったくりだよ。これは法律の問題。おい、生ビールとオーダーする権利に620円。という風にサービスに価格を定めればよい。そういう風に書けば問題ないな。とりあえず、通称ぼったくり防止条例を読んできたが、東京、大阪ともに、価格提示の方法以前に、そもそもこの店が該当しないってことは理解できた。違うね。こう注文すると1000円になりますよ。ただしこう頼むと380円ですよ。はっきり示されてるのにぼったくりって。王様コースなら高いってだけだわな。何の問題もない。
敬語使ってるし表面上は丁寧な態度取ってるんだけど、何か感じの悪い店員っていない。心がこもってないっていうか。高い店行け。医療事務にはよくいる。接客向いてないくせにやるとそう感じさせる。目を見て話さないとか声が小さいとかな。だらだら動いてたりとかな。その手のやからよりはタメ口気味だけど明るいやつの方がいいな。そりゃ商売だからやってるのであって、本心ではお客様は神様なんて思ってないし実際神様じゃないもん。たまに愛想悪い店員いるね。おいじゃなくて、おいはどうなんのよ。呼びかけの言葉だが、おいお茶論争もくだらなかったが。生ビール飲ませてくださいって土下座したらタダにしてくれんの？客の質を上げる方が飲むから客単価も上がるし店側も気持ち楽だよな。おかしい客が減ればいいだけだしな。張り紙に書いてることを店主が直接客に言えないのか。ほんとそれ。直接言えばいい。関係ない客に見せることじゃないし、ジョークにしては全く面白くない。よくいるんだよな。クソくだらないこと話した後に、ジョークだよー、っていうやつ。冗談といえば免罪されると思ってる。いいんじゃない？嫌なら来なければいいし、それで注文できる権利があるし、まともな人は定額で済むだけ。大正解。まともな客しか来ないから働きても精神的に楽でいいよね。それでいいとは思うけど多分この店潰れちゃうな。むしろ流行るんじゃないの。そんな甘くない、現実は残酷だよ。都心とかだと特に他に代わりはいくらでもあるから。マクドナルドですらお客様は神様ですってやってるからね。一元さんお断りでもやっていけるような客の方から頭下げて食べさせてくれと言って、やっていけるだけの味が出せる店はともかく居酒屋なんかでやったら単にサービスの悪い店になるから。行為だよな。店にこんなん貼ってあったら、横柄な態度を取れってことかと勘違いしちゃう。押すなよ絶対に押すなよ式に。さすがに、おい、は失礼だとは思うがな。昔バイトしてコンビニのオーナーが店内で酔っ払いと言い合ってて、こっちだって客くらい選ぶわ。って言い放ってたのを思い出した。まあ値段は結局変わらないならいい店だわ。ユーモアある。客にマナー求めるのはわかるけど、だったら食べログページに、常連さん、顔なじみの方はどうぞフランクに話しかけてください。スタッフ全員嬉しくて、その一日頑張れます。とか書くのもどうかと思う。露骨に客を選んじゃいかんでしょ。日本語のこういう点は非効率で嫌いだ。英語なら、へいなま、一丁、で済む話。すっときた。貝原雄山が言ったらめっちゃ取られるな。ぜひ、へい、なま一丁と注文してみてほしい。次は、泥棒を牽制するための張り紙が。逆効果になってしまった張り紙のスレをお送りする。ほう、トマト農家さん、野菜泥棒を張り紙で煽ったところ、逆効果で全部盗まれてしまう。最近、商品を盗まれることが多々あります。軽い気持ちかもしれませんが、手塩にかけた野菜が簡単に盗まれることが非常に悔しくて、残念でなりません。盗んだ野菜は美味しいですか？ええんか。これ掲げたら犯人の尺に触ったらしく、過去一番の売り上げを盗まれました。逆効果だったか？そろそろガチで防犯カメラ設置するか。てか早監視カメラつけろよ。泥棒は煽らん方がええ。くさ、美味しかったんやろ。そらそうやろ。野菜泥棒さんさ。毒入れたれ。今は2個。こういう良心に訴える系は意味ないわな。良心なんてあったら最初から取らないから。ほんこれ。最近流行りのやつのがいいんやろな。ナッジってやつ。ナッジとは、合図を送るために、肘で小突くという意味の言葉で、相手に気づかれないように選択を誘導することを言う。レジに並ぶ時に足跡のシールが貼ってあると、なんとなくその上に立ってしまうが、あれもナッジの一つだ。シールがあることで、その上に立つように誘導されているのだ。盗んだ野菜が美味しかったんやな。同じ農家やろ。そら自分のまずいトマトよりうまいの作るやつから煽られたら腹立つやろ。転売するんやないの？うまい飯食ってるわけないし、やべえやつ煽るのは逆効果やな。熱湯風呂で湯を砂やろ。逆に言えば美味しいから取られたと誇りに思うべきなのかもしれない。今頃悔しがっとるやろな。って思いながら食うトマトはうまいか？泥棒からしたら一番幸せな時やな。犯人の手首切り落として許してやれよ。サウジアラビアかな。こういうのや、ザがやってるって牛島くんで見たぞ。キュウリも持って帰れ。ふふ。これからはベトナム語も追加されそう。国際的なんやな。犯人わかってて草。トマト今高いもんな。監視カメラつけてますのが効果あるわ。自分で育てたトマトはうまいか？ダミーの監視カメラと本物の監視カメラ混ぜて、大量に配置したらさすがに来ないやろ。盗んだトマトで走り出す。行く先も見えぬまま。さっさとカメラつけろ。大した値段しないやろ。カメラも盗まれそうやな。煽った分出した上でどっかカメラ設置しておきたい。アホみたいに吠える犬飼えば効きそう。畑の中にクマ用の罠とか設置したら罪に問われるんか？
両親に訴えるやり方って犯罪者に向けても何の意味もないやろ。去年給水パイプに除草剤入れられて、メロン1000万円全滅した農家事件から何の教訓も得ていない。防犯カメラつけてないのに無人販売してたってこと？無人販売に出す作物は腐らせて、堆肥にするくらいしか利用価値ない規格外品だからな。無人販売してる農家って性善説ばっからしいよ。バカやな。水道でやってたな。一般人がトマト盗んでも販売ルートなくない？大量に盗むなら同業者確定？大体が事情知っとる同業者やろ。外国人や個人の飲食とかのパターンもあるらしいが。ルール知らない外人が持ち帰ってそう。ルールってか畑のやつを盗んでる。無人販売じゃないんか草。無限に稼げそうやな。うまい。絶対近所の農家が犯人自分のとこの商品として、農協の選別センターに出荷してるわ。盗んだ野菜だけ美味しいって評判になったら複雑やな。こういう奴らってトマトが自分で脱走したとは考えられないんかな。自分で脱走したなら仕方ないが、残念ながら犯人はちゃんと存在する。犯人はベジタリアンやな。泥棒する奴って野菜食べなそうなイメージあるけどな。まあそもそも無人販売なんてコストかけたくないから放置するわけで。カメラ設置とか本末転倒ちゃ本末転倒なのよな。コインロッカーにすればいいけどな。納屋も開けっぱなしとかザラだからノール泥棒も結構おるしな。なんでわざわざ盗難リスクのある無人販売続けてるんや？普通に買ってもらえるルートで捌けばよくね。この盗まれた人は無人販売じゃなくて畑から盗まれた。まあお野菜さんは勝手に生えてくるからな。お野菜を独占してるクソ人間が悪いやろ。メロン全滅されたやつって何したん？そいつも煽ったん。JA 通さずにやってうまいこと言ってもうかった。畑からかそらもう、どうしようもないわな。犯人、聞いてて草。畑にペッパーくん置いとけば光るし監視もできるやろ。多分カメムシの裏側がドアップで映るだけやろうけど。しゃあない盗まれたくないのなら、多額の費用を使って警備員を雇う。実際世界の農園事情ってどうなん？盗み多そうな国とかしっかり対策してるんかな。アメリカは人影に反射的に発光しそうなイメージがあるわ。人感知して光放つやつとダミーカメラ対応と、本物のカメラ1台つけとけば逃げていくやろ。いつも綺麗に使ってくれてありがとうございますとかそういう路線で行け。これ日本人ならわかるけど、犯人が日本語怪しい外国人ならありがとうございます。やったぜってなりそう。確かに、日本語は難しい。田舎屋と外国人ってだけで警戒するからな。こういうやつは絶対捕まえてほしい。アメリカのトラクター大人引いても気づかないやろ。ドキュメント動画で見たけどあのクソでかい畑出て、作業してる人間はほぼメキシコ人、働き口がそこにしかないらしい。いつも盗まれてんならワイも一個くらいええかって。便乗したやつがそこそこいそう。畑の規模わからんけど全部盗むようなのって中国系窃盗グループやろ。正直あれに狙われたら泣き寝入りくらいしかないで。夕方のニュースで見たけど、メロン農家で200個全部盗まれてた人いたな。それ北海道の人か？あの人は JA 抜けてから JA に妨害受けてて大変やな。あの農家が苦しむたびに一般人の注文が殺到して結局支援になってるのはええことや。へえ、メロンってどんくらい日持ちするっけ？その間にそれ裁かないといけないってことだよな。なんかそういうルートあんのかね。収穫から1週間くらいでうまくなるから輸送して、上海のスーパーに並ぶ頃にはちょうどええんちゃう？へえ、1個4000円としても総額80万か。大掛かりな割に微妙な額やんな。野菜盗むとか効率悪くないか？腐るほど盗んでようやく数万で逮捕もされるとか。近所の農家の嫌がらせやろ。農薬まく日守らなかったとか農協通さないで安い堆肥買ったとか。嫌がらせの範疇超えてるやろ。こんなんで逮捕でもされたら恥いかやわ。電柵落とし穴銃撃。全部私有地でやっちゃダメって日本の法律クソすぎるだろ。農家は金持ってるんだから設備投資しろ。盗まれても補助金でノーダメだからこのレベルなんだろ。もうそういう病気やで。普通に生きてたらこんなんで全科つけよう思わんやろ。このトマトは食用ではありませんって張り紙しとけばよかったのに。てか仕掛けろよ。なんで仕掛けないんや。農家って割と金あるんやろ。むしろ金あるゆえの余裕やと思うわ。張り紙するくらいの余裕はないんやろしな。トラブルってほんま怖いやろな。監視カメラも壊されたり捕まえて逆恨みあると思うと。確かに逆恨みは恐ろしい。ここで、農家になりたい若者が登場する。農家新規参入したいんやらいけるか？地な知識ゼロ、資金ゼロ、ニートで土地も持ってない。移住者募ってる長野や群馬の村役場にでも問い合わせてみ。多分プログラムあるで。応募してやってきても近所付き合いやらで鬱になって帰っていくらしいな。現実はいろいろ押し付けられたりするんやろ。若い働き手なんて奴隷でしかない。若い独身ニートなら嫁捕ませて逃がさないから平気平気。
ソースは2ちゃん。もともとトマトって毒があるから絶対食うなよって言われてたものだしな。貧乏人が我慢できず食べたらうまいやん。ってなったらしいし。それゆえ貴族の観賞用植物だったしな。大航海時代に流通したんちゃうか？これ無人の直売所から盗されるやつやろ。100円200円の世界やし防犯カメラつけるほどの利益で取らんやろし。かといって放置もあれやし難しいとこやね。別業種では金品のために警備を雇ったりするのが。普通なのになんで農家ってこんなノーガード思考なん？1個100円とかの無人販売所に電気引いて、防犯カメラつけたとして何年間で元取れるんやって話よ。コインロッカー形式にするとか金かけずに、セキュリティ強化する方法いくらでもあるけどな。そのコインロッカーですでに金かかっとるやん。そのコインロッカー用意するのにいくら投資必要なんや。でこれはおいくら万円？夏場全部腐ってそう。熱に弱いのは冷蔵庫タイプにすればええ。こういう形式で売っちゃうと犠牲商人がなんたらかんたら。確かにこういうのあるとこはあるけど、手に取って野菜見れない時点でクソしようやね。元取るのにどんだけ売らんとあかんのやろな。ホタルの墓の季節やな。法律と判例を淡々と書いた方が効果ありそう。盗するやつはそんなもん読まねえと思うな。わいはトマトにしよう無理やわ。そのままでええ。こういうのってボケた老人が盗んでるイメージやけど違うんか。多分大臣が多い。それか生活保護とか年金暮らしの老人。一番ええのはトマトに小型の GPS を入れ込むことやろ。待て待て待て。なんか特別視してるけど野菜の無人販売なんてメジャーな手法だぞ。ジェイミンってもしかしてこういうとこで野菜買ったことない？こいつら外歩くと思うのか？確かに思わんな。すまん。無人販売の前通っても買わんぞが。じ。野菜の自販機近くにあるけど安くてうまいしええで。そのうち盗んだ上にミントの種ばらまきとかされそう。なんで悪い人いるの？僕悲しい。こういうのって、案外同業者とか知り合いがやってるんやろ。陰湿やわ。お野菜さんたちきっと泣いてるよ。返してあげて。お野菜さんはワイに食われて喜んでたで。近所の農家は無人販売所にそこんちのババア設置しとったわ。年取って農作業できへんけど座って茶飲みながら。買い物に来た主婦との世間話ならできるしええアイデアや。でも数年前にババア亡くなってまた無人に戻ったけどな。今も見えるやつには見えてるんやで。ベトナム人何しに来とんのや。黙って長野で実習してろや。手稼ぎか実習逃げ出したやつらやろ。家庭菜園でも盗まれるとムカつくからな。ワイの焼き鳥の音も自家製一子糖をパクった近所の誰かガチで許さん。わかる。ワイも家庭菜園するために畑借りてるけど、たまにババアが侵入してるの見るとげんなりする。注意するのも精神削るからな。デカデカと張り紙して罪名を書いといたれ。ワイの家にたまに来るこの人が怖い。ここで怖い写真が急に貼られているので、ホラーが苦手な方は一瞬だけ目をつむっておくことをおすすめする。なんで急に怖い写真貼るの？もう怖い写真は登場しないから安心してほしい。やめてね。転売してんのに盗んだ野菜の味とかわからんやろ。だろうな。トイレのいつも綺麗に使っていただきありがとうとはわけが違う。相手に最低限の倫理観がある場合に有効な方法やからな。それはみんなトイレ綺麗に使っとるんか。ワイもそうしなきゃ。って心理を誘発させてるからや。一致のは簡単に盗まれるんか。じゃあ窃盗団とかに盗まれる前にワイが先に盗んどいたろ。って心理を誘発させちゃうから防犯という意味では逆効果。夜中に盗むやつ用にライトアップしとかな呼んでもらえないやろ。というか最近野菜高すぎないか。普通のカメラじゃ無理やからな。テレビで盗まれた人の防犯カメラ検証してたけど、夜だと人だという輪郭しか映ってなかった。夜でも映るカメラって高そうやな。盗んで食うトマトはうまいか。農家のアイコンに既視感あると思ったら、ビートクルセイダースやった。泥棒をやめさせるのはなかなか難しいようだ。続いては、JR 西日本による張り紙についてのスレをご紹介する。撮り鉄さん、例の張り紙にガチ聞きしながら怪文書を書いてしまう。電車が大好きなお友達へ。お外を走る電車は、たくさんの人を乗せて走ってるんだ。おもちゃの電車じゃないんだよ。だからね、線路の中には行ったり、電車が走るのを邪魔したり、周りの道路やお家や、駐車場なんかに、入ってもいいよって言われてないのに、勝手に入ったりして、電車を見たり写真を撮ったりするのは、やったらダメなことなんだ。お外を走る電車は、おもちゃじゃなくて公共交通機関。よく覚えていてね。JR 西日本で働いてる人たちへ。僕は電車が大好きだから写真をいっぱい撮ってるんだ。だけど、人のうちには入ったりしてないよ。だって、撮り鉄のマナーなんだもん。社員さんが怒る気持ちもわかる。でもこんな紙を貼るとマナーを守っているいい鉄道ファンも周りのみんなから嫌われちゃうかもしれないよ。そんなことになるなら僕は、JR 西日本の電車に乗らないし、撮らないよ。
さーて、読めるかな？取るのやめるなら JR 西日本的には勝利やろ。駅員をお喜びしてそう。中途半端に漢字使うな。力尽きるの早すぎで草。JR 喜ばせてて草。取らないよが相手に聞くとでも思ったんか？やったぜ。取らないし乗らないとか張り紙効果絶大すぎるだろ。取り鉄の頭の悪さよ。マジで職員や客より偉い存在やって思ってそうやなこいつら。どう見ても子供を対象の張り紙だと思うんですが。取らないよってそれをみんなが望んでるんだろ。乗らないはわかる。取らないよはどの視点から言うてるねん。くっそ聞いてるやん。全部ひらがなじゃないあたり余裕のなさが出てるよな。どこ縦読み？じゃあ二度と乗らずに撮影もすんなよ。マジでこの張り紙レベルの扱いが正しいんやなって。切れるなら鉄道会社に切れるんじゃなくてマナー悪いお仲間に切れろよ。一見すると子供向けの注意書きのように思えるが、このツイートをした人はマナー違反を行った撮り鉄に対しての張り紙だと感じたようだ。本来は鉄道をこよなく愛する撮り鉄だが、侮辱されたと感じて怒っている。さあ、どうする JR 西日本？これは JR 西日本からの謝罪来るか？いくら撮り鉄に迷惑しているとはいえ、侮辱とも捉えられるような行動を会社側がすることによって、まともな人間的撮り鉄の社会的地位も、下げられているんじゃないの？つまり、JR 西日本も使わん。尺西の車両も取らん。大成功やんけ。JR 西日本、やったー。どうやら JR 西日本に軍配が上がったようだ。普通の人は侮辱と感じないんだよな。でもまあカメラ買ってくれるからカメラ業界的にはええんちゃうのん。カメラ業界今あかんやん。中古しか買わないぞ。撮り鉄のマナー。社会のルール。途中で本性出てるのが安倍総理の文章みたい。全部ひらがなで書くこともできないんか。撮り鉄マジですげえな。書いてる途中でシポシポシ出して漢字使わないようにしたの忘れてる。撮り鉄でも後ろ暗くなきゃこんなの反応しないはずなのにな。つまりそういうことや。電車？電車？ JR。乗らんでええで。ひらがなの注意書き程度のことで、会社に侮辱されたって発狂するのも何か特徴的な行動だよな。取らなくていいよ。なあ、この中のどこにマナーがいい撮り鉄がいるんだい？いつだよと思ったら今年で草。自分らで密になって叫びまくるとかガチが。しすぎて草。それにしてもこいつらなんで全員声汚いんや。叫び慣れてないから。最高の映像を撮るために集まった撮り鉄たちが集まると、非常にピリピリした空気になる。この時、誰かが大声を出すことで緊張の糸が切れて、あちこちで暴言が飛び交うことがあるが、これが撮り鉄の罵声大会と呼ばれている。好きなことにまっしぐらなのは素晴らしいことだ。しかし、周りに迷惑をかけないように気をつけながら楽しみたい。もしかして撮り鉄って自分たちが鉄道業界を支えてるとか思ってる？途中どころか一行目から漢字入ってて草。ほんまや草。リプ草。乗らないでいいし、取らないでいい。どうせ釣りアカウントやろ？取らないよって言ってて草。朗報やんけ。子供向けに書いたのにいい年下おっさんが切れてんのやべえわ。これだから撮り鉄は。取らないなら解決やね。取らないでいい定期。取るのをやめるってのが何らかの交渉材料になると思ってるのがもうね。電車には初めから乗ってないやろお前ら。インフラ相手に不買運動仕掛けるのマジで草。こんなことするからアホだと思われんだよ。おとなしく黙って端っこで人様の邪魔にならないように写真撮ってろ。何もしてないなら気にならないやろバカかこいつ。鉄オタじゃなくて悪いのは撮り鉄な。間違えないでくれ。乗らないし取らないらしいぞ。どんどん増刷して隙間なく晴れ。鉄道を愛するあまり我を忘れてしまった。撮り鉄に関するスレをお送りした。最後は、ゲームセンターが何者かによって、勝手に休業にされてしまったというツイートに関するスレだ。ほう。札幌のゲーセンさん、店頭に勝手にとんでもない張り紙を貼られる。ほう。店頭にこのような張り紙がありました。監視カメラを確認したら張り紙を見て帰ってしまうお客様もいました。コスプレ店員も神経品投入もしてお客様を待ってたのに。タヌキディノスに休業予定はありません。営業妨害に負けずに頑張ります。なんと、お店の営業予定のパネルの上から休業のお知らせを上書きするという暴挙。これはひどい。悪質すぎるやろ。この手があったか。嫌がらせされる理由でもあるんか？監視カメラは犯人を見つけるのに使おうや。普通にかわいそうやん。監視カメラで貼ったやつを確認すればいいのでは？ライバル店か。空いてる店内で利用したい客か。こんなんすぐに気づくやろ。ライバル店があったとして余裕で逮捕されるリスクを背負ってまでするか？犯人は映ってないんか。監視カメラ見たら貼ったやつも映ってるのでは？なんでこんなんするん？サイズ感がすごい。貼ってるのはガムテープか。A さんの紙の上に A4 で妨害の紙貼ってるだけやないの？なんか草。悪すぎやろ。これはアウト。タヌキ工事のディノスなら別にええわ。吉
祥寺のゲーセン潰れたわ。外向けのカメラないとかのオチか。札幌ってゲーセン不毛だよな。くさ。どうせ取れない設定にしてたんやろ。攻撃力高そうな嫌がらせやな。さすが北海道。もう犯人は特定しとるやろ。店が休業してないことを知らせるためにツイートしただけであって、わざわざ特定しましたとは書く必要ないからな。こんなことするやつを刺激したらどうなるかわからんし。ワイの家の玄関にも勝手に食べログ話題のお店のステッカーが貼られてて、迷惑したことあるから笑えんわ。地味だけど嫌ないたずらやな。くさ。クレーンゲームしかないところだっけ。ユニコーンはなんなんや。ひどい。ゲーセンに嫌がらせするやつってめちゃくちゃ頭おかしそうやな。Google 評価 2.4 のとこやしなんかやらかしてんじゃないの。ゲーセンの評価なんて大抵そんなもんやないの。悪く書きたい人しか評価しなそうやし。Google の評価ってパチ屋とかゲーセンは全く当てにならないというか支援しか感じない。くさ。あれやろ、鳥貴族の前で今日うち休みなんすよ、別のいい店案内しますってやつ。こんなわかりやすい営業妨害するやついるんだなや。ザノードしか？営業中の札を勝手に裏返して天休日にするやつもいるから。そういう商法か。誰も気にしないで入っていきそう。これはくさ。ちょっと笑った。コスプレ店員さんええやん。で、画像だけだと何のコスか全くわからんやんけ。大体コスプレなんて原作を知ってる人くらいしかわからんもんやろ。どう見てもライスシャワーやん。なんで結婚式わら。マジレスっぽくてくさ。これは結婚式のライスシャワーではなく、馬娘のライスシャワーというキャラのコスプレだ。泣き虫だがとても優しい性格の持ち主だ。ぜひ育成してみたい。ネタで休業の張り紙作ったら風で飛ばされて、偶然張り付いてしまった場合でもアウトなの？自分が作ったのがバレたとして、風で飛ばされて偶然張り付いたのが立証できたならセーフだけど、どこにその紙置いてたんや、なぜ作ったんやって話になる。世の中そんなに甘くないで。映画館とかビリヤードとかあるとこやろ？張り紙がでかすぎる。ディノスって通販のとこやろ？普通の卸会社やないん。普通店の張り紙とか水に自動ドア開けるよね。開かないとき初めて休みなのかなって張り紙とか探す。北国の住民ってやっぱり陰湿やわ。もっと日の光浴びろ。たぬき工事なら監視カメラもあるだろうから時間の問題やろ。別に犯人も悪気ないやろ。ゲーセンってクレーンコーナーとか覗けば、もはや何かしらの病気や障害持ったやつの隔離施設みたいになってるよな。三国志大戦ユーザーの悪口は NG。 そのクレーンが今は一番ヤバい定期。転売とハイエナ目当てのみすぼらしいおっさんとつる中キッズばかりや。コロナ自粛中の仕業ちゃうん。髪がちょっと傾いたりガムテ適当だったりと張り方雑なのがいい。給料はどうでもええからコスプレ店員さん見せろ。パチ屋とゲーセンは Google レビューが全く参考にならん。パチ屋ほぼ2前後だよな。トイレが汚いとかあったら警戒するくらいやな。言うほど参考になる施設あるか。病院とか企業とかも何も参考にならんわ。病院評価ほど当てにならん。Google でレビューしようってやつの民度が終わってるからな。病院の低評価って大抵いちゃもんだよな。10分待たされたから星1ですとか頭おかしい。人によって価値観が違いすぎて、レビューが当てにならないことが多いようだ。タヌキディノスはコスプレ押すのは別にええんだけど、そろそろ何か厄介なの湧いてきそうな雰囲気ありそうでな。ストーカーみたいなのは湧きそう。このゲーセン、確かクレーンゲームとコスプレスタジオしかないゲーセンやった気がする。ここクレーンゲームやだよね。隣にある映画館のおまけ的な。なんでシャントットなんやろ。破壊の衝動ですわって言うからじゃね。客が帰って被害が出ましたアピールだろ。警察は被害届受理するしかないね。タヌキ工事のクレーンゲーム専門店の多さは異常。外国人向けなんだろうけど、昔の素材みたいな普通のゲームセンターも設置してくれよ。台東ステーションもほぼクレーンゲーム屋みたいになってるし。ビデオゲームが稼げん現状厳しい。すすきののラウアンで我慢しや。コスプレ店員見せて。コスプレ店員さん可愛いやんけ。普通にしょっぴけるやろこれ。監視カメラに張り紙を見て帰る客は映ってるのに張り紙を貼ったやつは見つからない。ゲーセンの店員ってやっぱ底辺の職業やな。少し前の常連とかならわかる人わかるが、ディノス自体末期ら辺だとコスプレ推しの兆候は割とあったと思うわ。これはひどい。今は紙から指紋取れるからすぐ犯人わかりそう。そういや今手すがいの建物はライザップのままなんか。くさ、最低やな。こういうこと考えるだけじゃなくて実行するやつは本当に暇なんだろうな。おそらく無職だろ。早く逮捕してどうぞ。パチ、小屋にも貼ってくればええな。これやったやつはドン。地方家の常連やろうな。こんなもん粛々と対応すればええだけやろ。わざわざこんなことされてた。でも負けずに頑張ります。ってうざすぎる。この張り紙見て信じ込んじゃってるのもいるから、こういう周知は必要じゃないか。これは普通に通報されるだろうな。
営業中なら普通に稼働してるのわかるし開店前だよな。それなら帰った客も数人だろうから切り替えていけ。楽しみに来た客はどんまい。面白いものからはた迷惑なものまで、様々な張り紙のスレをお送りした。どうせならクスッと笑えるような張り紙を貼ってみたいものだ。最後までご視聴ありがとうございます。動画内で紹介した以外にも、面白い張り紙を見たことがあったらぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。